皆さんこんにちは、山川聖香です。本日は天皇杯2回戦浦和レッズ対福島ユナイテッド FC の試合にやってきました。はい、ということで今回は初企画、福島ユナイテッド FC のサポさんにインタビューをしていきたいと思います。福島ユナイテッド FC って知ってますか？はい、それはもちろん知ってます。福島って今2チームあるんですよね。いわき FC さんと福島ユナイテッド FC さん、そうです、2チームあって、ちょっとも J3 でこの前かな、福島ダービー、ね、やってたりとか、あと福島内でもなんかすごいサッカーが盛り上がってるっていう話を聞いたので、ちょっと今日試合を見えるのがすごいとっても楽しみにしてました。今、J3 で昇格争いしてると思うんですけど、うん、結構好調なチームですけど、はい、知ってる選手とかいますか？知ってる選手が諸岡弘弥選手、はい、弘弥選手と、あと高橋純也選手、はい、を2名知ってます。お、知るきっかけとか何かあったんですか？はい、知るきっかけというよりも、高橋純也選手はもともと駒澤大学出身で、今2年目なんですけど、私が大学サッカーを見ていた時に実際出ていた選手なんですね。で、諸岡選手は昔から知ってるっていうわけじゃなくて、ツイッターで結構出てきたので見てたんですけど、それこそ天皇杯のインタビューで諸岡選手も喋ってて、東京都出身なんですけど、おばあちゃんが埼玉県出身で、よく一緒に浦和レッズを見に行ってたっていう話を、情報をお聞きして、ずっと昔から浦和レッズサポだったっていうことで、やっぱそれは多分諸岡選手にとって一番今日はすごい楽しみな日なんじゃないかなと思って、でしかもキャプテンなんですよ。なので攻撃とか守備とかの面で見てみたいなっていう気持ちであります。はい、ということで福島ユナイテッド FC のサポさんにもお伺いしていきたいと思います。ありがとうございます。お願いします。はい、サポ歴をお伺いしたいんですけど。そうですね。だいたい5年くらいですかね。5年くらい。そう。なんか好きになったきっかけとかって何かあったんですか？きっかけは、僕大学の時に福島にいて、はいはいはい、でそこに福島ユナイテッドの試合運営を手伝いするボランティアっていうのがあって、もともとサッカー好きだったんで、そういうのに参加しているうちになんかだんだん、そこからずっと推しているっていう感じなんですね。そうですね。あー、素晴らしい。ちょっとボランティアをやられてたってことで、ボランティアをきっかけっていうか。そう、もともと実は鹿島市出身で、あ、実ははいはいはい、はい、なんでずっともちろんサッカーは好きでしてたんですけど、そういうボランティアがあるっていうのはなかなかないなと思って。そうですね。参加して、やっぱりJ1 と J3 ってスタジアムの空気感ってやっぱ違うんですよ。なんかちょっと J3 が少しのんびりしてるみたいなところがあって、そういう J1 と J3 のギャップみたいなのを気づいたらなんか応援したので。なんかちょっと選手との近さとかがありそうなイメージがあるんですけど。そうですね。そうですね。確かにそういうのはあるかもしれないですね。好きな選手とか推してる選手いらっしゃいますか？あ、そうですね、今年は、はい、今日も多分スタメンで出るんじゃないかなと思うんですけど、長野翔輝選手。長野翔輝選手、はい、まだ高卒2年目の東福岡の選手。はい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 。なんか結構若い選手多いですよね。そうですね、やっぱりそういう若手を育てるみたいなところがやっぱ強くて、今年とか多分チームの平均年齢が
24歳来てるみたいな。若い私がちょっと見てたんですけど、あの高橋純也選手とか大卒2年目ですよね。なんかあの選手とかも結構得点もたくさん絡んでる選手だと思うんですけど、実際その選手とか。あ、そうですね、もちろんその点を取るっていうのもすごいと思うんですけど、うん、個人的にすごいと思うのは守備とかそのゴールに繋がらないところです。あ、なんかその守備を結構固めて、なんか隙を狙って攻撃していくっていうのを見て。あ、そうですね、うん、守備的というか結構監督の服部さんが、はい、守備を大事にしてるっていう感じなんで、うんうん、今日ちょっと浦和レッズとの試合ということで、浦和レッズの印象ですか。はあ、やっぱりあのサポーターのもう波って言っていいんですかね、うん、今日一つこう体験できるなと思ってちょっとワクワクしてきてるんですよ。勝負っていうのももちろんあるんですけど、うん、それとはまた別として、やっぱり J3 だと公式戦で J1 チームでやることってなかなかないじゃないですか。そうです。なので J1 サポーターの圧みたいなものを、うん、福島サポーターにしてはなんかお祭り気分みたいな、あ、なるほど、なんかそういうなんかやってる出し物にみたいな気持ちもあって会場の空気すごく楽しみです。あ、嬉しい。結構天皇杯は他のカテゴリーの方、社会人の方とか大学サッカーの方とも絡める試合があるの で、そういうところも見どころですよね。ですね、うん、じゃあ言い切りがちょっとあるかないか、ちょっとそこも気になりますけど、はい、ありがとうございます。本日は福島ユナイテッド FC のサポーターの方に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、福島サポーターさん見つからないです。もう撮影始めて3時間ぐらい経ってるんですけど、見つかったの一組だけでした。もうちょっと時間があるので。そうですね、意外とちょっと探しつつ、はい、ちょっと探しつつ、うん、まだね、レッツはね、はい、もう今6組、うん、7組ぐらい取材はできました、うん。なので試合開始ももう1時間前なので、はい、結構ね増えては来てるんですけど。そうですね、たくさんの方が、福島サポーターがいない、うん、いないですびっくりするぐらい、はい、なんか多分全泊してる方とか車で来てくださってる方とかの方が多いんじゃないかなって思います。あとはね、北浦から行ってる人も、あ、そうですね、うん、北浦和駅から、うん、まあホテルから歩いてる人もいるかもしれないです、ね、そうですよね。まあちょっとあともう少し時間あるんで、はい、探しましょう。ちょっと頑張りましょう。頑張ります。はい。柳川さん、お時間です。あ、もうそうですね。一組しか見つからなかったです。全く見つけられなかったですね。全くいなかったですね。びっくり。3時間で1人はちょっと、うん、悔しい。どこ行ったんですかね、本当に。みんなスタジアムですかね。みんな早い段階でスタジアム向かわれてたんですかね。はい、というわけで、はい、残念ながらお時間でございます。残念すぎる。これは残念。インタビュー終了しました。なんとインタビューできたのが一組ということで、こっちも勉強になりました。もっと J3 とか他のカテゴリーの方の勉強もしたいなって思います。